国鉄予後1000は、日本国有鉄道において1959年から1968年頃までに、製造、または、改造により登場した、事業用貨車である。1959年に、塩止め木梅田駅間において、高速貨物列車が運転されることになったが、それまでの主力車商車よ2000系やよ3500型は、 いずれも時速七十五キロメートル対応だったので、最高運転速度が時速八十五キロメートルである、この列車には使用できなかった。そこで、予三千五百系の軸箱支持装置を二段リンク化改造し、最高許容速度時速八十五キロメートルとして登場したのが本形式である。その後、予五千型としての申請者や、新たに予三千五百系の二段リンク化改造者を、 海版編入した車両も本形式に加わったが、予3500型から海版編入した車両については、両数が不明であるため、予5000全体としての、両数は不明。本形式は、国鉄の主力車掌車として、北海道を除く全国で使用されたが、1986年に、貨物列車の車掌乗務が原則廃止されて、本来の用途を喪失したこともあり、 JR に継承された一部の車両を除く全車が廃車された。旧国鉄では乗務員からは、後継の予6000よりも居住性が良好だったため、予6000や予8000に比べると古い形式であったが、好評であった。また予5000の形式を短縮して、汚れや予5丸とも呼ばれていた、予3500系の軸箱支持装置を、 最高許容速度時速 85km とするために二段リンク式に改造したが、車体についてはほとんどそのままとされたため、リベットのついた外観やカンバス張りの屋根等、構造的には予3500型とほぼ同じで、室内の3人分の執務机と、椅子、チョイス、石炭ストーブといった車掌室装備も同一となっている。また、予5000型として申請された車両は、 全溶接構造が採用されたため車体からリベットがなくなっているが変更されたのは車体の製造方法のみで機器構成や室内装備等については予算1500、軽改造の予行線型とほとんど同一である。コンテナ特急、宝に連結された予行線警報形式は全盛期で1100両以上が在籍したが改造や申請により4つのグループに区分することができる。 五千番台東海道本線の高速貨物列車に使用するため、1959年、大宮工場において12両が予3500型より改造された。このうち、予5005対予5011は、日本初のコンテナ専用特急貨物列車、宝合用となったため、都職も連、その後、車体職は、1964年6月19日総裁たち、 第326号により黄緑6号に改められた。この塗装色の車は22両が存在した。なお、宝合用以外の車両の塗色は黒である。また、宝合用の車両も後に黒に改められた。1987年度に区分消滅。5050 50番台を3500型に変わる新しい車掌車として1962年に、 東急車両製造と協参考業で100両が新造されたが、改造の5000番台と区別するために5050 50番台とされた。4枚窓の車体や室内構成、黒色の塗色等は基本的に5000番台と変わらないが、車体が全溶接構造となったために、リベットのないすっきりした車体になったのが特徴である。後年29両が低屋根化改造を受けて、 後術の5800番台となった。1989年に区分消滅。5800番台従来、北九州地区の石炭列車の環急車には、セフチが使用されていたが、老朽化が目立ってきたため、その置き換えようとしてよ5000申請者より29両が1977年から1979年にかけて、若松工場で改造された。 石炭車に連結されたまま高さの低い石炭積み込み、ホッパー施設に乗り入れることから、屋根が車体中心から緩い角度で両側に傾斜した低屋根構造の後半性平屋根となり、屋根状のベンチレーターはストーブ用の一機を除いて全て撤去されているのが特徴で、車番も電車の低屋根車に倣って5800番台となっている。また、 近年の改造であるため暖房用ストーブは石炭から石油ストーブに変更されている。この当時、新型車掌車として予8000型が量産されていたが、予8000系の車掌室ユニットは屋根が深く引く屋根化改造が難しいことや、申請したばかりの車掌車を改造するのは得策でないこと、石炭列車の今後の運転予測からあまり量数が、 必要とされないことから比較的年式の新しいを5000系の申請者から改造したものである。当初は北九州地区限定で運用されていたが、石炭列車が廃止された後は運用限定も解除され、他形式の車掌車と同等に使用された。1989年に区分消滅。 13500番台1967年以降によ3500型を2段リンク化改造した車両を元の番号プラス1万の車番を付与して横0に編入したもので番号は13500から14844となるが未改造の車両が200両余りあるため欠番が存在する改造は5000よ横線11と同様 軸箱指示装置の変更が主だったものであるため、予3500と外観はほとんど変わらない。そのため、ベンチレータの数等が車両によって異なる等の差異がある。また、予3500系の初期車から改造されたものは、4枚の窓が中央に寄っており、デッキ部が工房組み立て構造となっている当選前型予2000、型と似た外観が特徴。 1986年の貨物列車環急車、連結廃止により使用されなくなったため、大半が余剰廃車になった。また、1987年の国鉄分割民営化に際しては合両が東日本旅客鉄道に継承されたが、老朽化もあって、現在は全車が廃車となっている。廃車後は一部が無人駅の駅舎に転用されているほか、生体保存された車両や、 一般に売却されて、事務所や倉庫として使用されているものも多く、日本各地に点在している。一方で、二段リンク鏡改造の車両には、現存している車両も存在する。これについては国鉄予3500経過車を参照のこと。以下の車両などが現在も保存されている。なお、鉄道会社以外に売却され、倉庫として使用されているものは除いている。 ありがとうございます。